ニュース行ってきました、ということで先生、今回はどこへ行ってきましたか。って今回も行ってない。いやいや、えっ、ー、と、今回はですね、はい、久しぶりに出かけました。は、はい、もうだいぶ久しぶりですけど。はい、ええー、まあ、プレスカンファレンスがリアルでありまして、えっ、ー、と、げん、まあ、リアル、まあ、ハイブリッドだね、リアルと。うん オンラインと両方あったんですが、まあ、僕はあのちょっと現地に伺って見てきましたので,、はい、えであともう一つオンラインで説明がありましたんで、まあ、それもちょっと合わせて新機種も含めてちょっとご紹介し、まあ2つニュースがございますんで、はい、えご紹介したいと思いますがまず1個目楽天モバイルさんなんですが、まあ、今日も楽天ハンド 5G をご紹介しましたけれども、うんはい、え矢澤さんという方がいらっしゃいまして、えー、とこの方を社長に据えた新体制を発表ということで、うん、携帯出身の方でもニュースになりましたけれども。はい えーまあ、新たに体制が変わるということになりましたで楽天モバイルの、えっと、新体制としては、まあ、三木谷さんは代表取締役の会長、うん、それから、まあ、技術系でいろいろ今までもねあの説明なんかで登壇されてましたけどタレック・アミンさんっていう方がいらっしゃるんですがこの方が代表取締役 CEO、はい、でさらにその矢沢さん矢沢俊介さんこの方はもともと楽天、えっと、グループというか楽天市場の方もの関わっていらっしゃった方なんですがこの方がまあ ここのところずっと実はモバイルに携わっていて、うんうん、で今回代表取締役社長ということになりました。あの今のタイミングでこういう発表があったのは何かあるんですか。えっとね一、はい、つはまあ人口カバー率のニュースがあったと思うんですけども、はい、あの人口カバー率96%を達成と。 えーまあ、これから楽天さんは、まあ、今まではとにかく一生懸命とにかくお客さん、まあ、これからも増やさなきゃいけないんだけどとに、うん、かききく基地局立てえやみたいな話で、まあ、頑張れ頑張れってことでやったんですがこれから多分成長期に入るだろうと言われていてでそ,の、まあ、そのお話にできたその矢沢さんという方なんですけど僕もインタビューです 2>,、うん、えーと2回かな3回ぐらいかなお話伺かかったことがあるんですが。 あのこの方がえっと基地局の開設をですね大幅に前倒しして2年強で約4万局を設立したんですがこれの陣頭指揮を取られた方が実はこの矢沢さんという方でまあ結構まあ頑張られたというかまあそこの部分もまあ一つは評価のポイントとしてはあるのともう一つはタレク・アミンさんっていうのはいわゆる技術系まあその楽天さんがあのアピールしているいわゆるあの完全仮想化ネットワークっていうあの まあちょっとね説明がなかなか難しいんですけどいわゆるその専用機で作るモバイルネットワークではなくて汎用機の中にソフトウェアを入れることでまあネットワークを作るっていう仕組みを今回採用してるんですけれどもこれをまあ作るのに陣頭指揮を取ってきたのがタレックさんで,でタレックさんは実は楽天シンフォニーという会社でこの楽天さんのこの完全仮想化ネットワークを 他社でも使えるように実は扱っている。で、これをいろんな世界の携帯電話会社さんにこれからまあもうすでにもう何社も採用しているところがあるんだけど、うん、売り込んでいって。 やるるために、まあ、そっち側が多分結構忙ししくなるでしょうと、うん、まあ国と地域によって少しずつこうネットワークの構成って違うんでそういうところもあるでしょうしあとまあ2月にあの例年、まあ、僕今年は行きませんでしたけど毎年昔のモバイルワールドコングレスいわゆる MWC というのがバルセロナで世界最大の携帯電話の展示会がありますが、うん、これの前後に実は楽天の,その楽天シンフォニーというこの完全化成仮想化ネットワークをまあ技術を支えている会社があるんですがここがですね まあいろんな会社と実は提携を発表しました。うん、例えばクアルコムとかアメリカの AT&T とか、まあいわゆるまあ携帯電話業界でいうとビッグネームと。 まあ、提携を結ぶことはまあ発表されたりして一般のお客さんにはあんまり関係ないんだけど、うん、モバイルの業界の裏方通貨いうかです、ね、ネットワークやってる社からすると「うん、へえそうなんだすげえな」っていう感じのニュースがあったんで、まあ、多分そういうことを含めてタレクさんは携わっていくんで実際そうなのか分かんないけど国内と海外みたいな感じとか、うんまあ、もしくは実際の運営となんでしょう、まあ、後ろかバックヤード側をやりますみたいな感じの分け方なのかちょっと分 まあ、なかなか表現は難しいんですけども、うん、一応まあそういう形で新体制をやっていいきますすととううことのようですね、うん、楽天モバイルを使っているユーザーさんはまああんまりね、まあ、だから、うん、まあんでしょうどこの会社でもそうですけど何かどっかの,、ね、あの会社が社長が変わりましたとかっていかいきなりボンと変わるものでもないんだけど <laughs> ただこの2年間のやっぱり急成長ぶり楽天さんかなり頑張ってアクセル踏んだんで、はい、まあそこら辺を えー、踏まえてこういう新体制にしてきたので、うん、まあこれからよりそ,のそれぞれが大樹、まあ、さんと矢沢さんがそれぞれの役割をより明確にして発揮していくんでよりアグレッシブになっていくもっと攻めてくるんじゃないのかなっていうのはちょっと期待をしています、うん、実際のところ楽天モバイルはどうなんですか、うん これなかなか評価は難しいところですね。番組でも、ね、何度もご説明してきましたけども、はい、まあ急成長はしましまた確かに、はい、楽天の MNO 要するに携帯電話会社としての楽天と、うん、それから MVNO の契約まだちょっと残ってるんで、うん、ちょっとでもだいぶ残ってるんですけど、まあ、合わせて550万超えましたと。うん、でエリアは96%まで来ましたって言ってるけど、まあ、実はまあ昔他のの、ね、例えば KDDI の前の社長の田中さんとかに。 話を伺った時もあれだね98%とか99%から先が長いんだからっ,つって言ってたんで96%ぐらいはまあみたいな考え方の解釈もあるけどただまあそうはいつ2年プラスアルファぐらいでここまで持ってきたのはやっぱすごいと思うしいろいろ伺うと。 実は楽天か楽天市場に例えばそのお店を出してらっしゃる例えばお店、ねはい、企業の方が、うん、基地局建てんだったらうちのビルの上いいよみたいな話があったりとかして、うん、まあそういうのも含めながらの対応を取ってるそうなんでまあやっぱり見方が結構多いのかなとそういう部分のプラスアルファもありますというところで,であとまあ実際の使いみちとしてはまあ,まあなかなか評価は難しいんですが。 あのこの前、えっと、今年携帯うちにちょっと記事を書いたんですが年末年始に僕はねあの帰省した時に楽天の回線ずっと大しさんは音楽聴いたりとか、うん、ナビを動かしたりして通信したデータ量を比較したんですけど大体6割ぐらいはまあ楽天の回線にどうもつながってると。に かからか、うん、ここ順番に通っていったんですけどまあ大体それぐらいで6割ぐらいはやっぱりまあ楽天さんだけどまあ4割ぐらいはやっぱりパートナー回線使っちゃうんでまあちょっとまだパートナー回線ないとしんどいかな特に山間部とかはねみたいなところもあるので、うん、っていう状況ではありますとでもまあ頑張ってきたなっていうのとあとは楽天モバイルに新たに入った人がえまあ契約から1年以内に。 楽天グループの他のサービス、うん、例えばま銀行とか証券とかカードとかまあいろんなものがありますけどペイとかもありますけどもこういうのにまあ具体的に今回もその説明的にちょっと明らかにされたんですけど楽天市場がたいまあ,あの 新たに使い始める人が3分そいいと、うん、からカードもまあ5分の 1,、うん、1銀行も楽天銀行も10分の 1,、うん、1> それからペイも8分の1と結構まあいらっしゃるそうなんで、うん、だからまあそういう意味でいうとあのかなりあの増えてきているのは事実で、まあ、要するにキャリアとしてている部分以外の部分でもまあ結構増えていると、うん、楽天のいろんなサービスを使う人が増えてきたというのはプラス要素としてはあるかなと。あとははショップ、うんはい 今日の端末もぜひショップで見てくださいということなんですけど実は全国に960店舗まで広がりましたと他社はまあ数千店舗あるんでまだまだちょっとちょっとまあ負けてるんだけどでもまあ都市部を中心に結構増えてきてるのと、ねうん、実は3月末までには、えっと、楽天モバイルと日本郵政が提携をしたのもあって、うんうん、楽天モバイル郵便局店とか実は全国285の郵便局でスタートするそうです。 ですんでまああの、まあ、そういうところでも実は接点を持てるとね、うん、今ねコロナ禍なんで、まあ、お店に行くっいうのはなかなかいろいろあるんだけど、うん、まあただまあそういう顧客接点もまあなんかオンラインにしたからもう知らないよってことではなくて,なくてちゃんとまあ接点も持つようにしているところも頑張ってるかなというところでございましたんで前も言いましたけど使わなければゼロ円で。 楽天すでにお買い楽天市場とかお買い物してる人はモバイルを契約することでまあ一応ポイントの倍数が上がるのでまあとりあえず持ちますかっていうのも一応ありだと思いますんでえまあそういう形でも興味を持ってもらうとありかなと思いました。というのが楽天の新体制のニュースですが2つ目3月4日からもうあの国内向け一応ま,あまあスタートしたんですがえレドミノート11が。 登場します。て<お>いうか登場しました。はい、で、実はモニターダンマスがあり,、まあ,<る>あります。で、まあもうね、あのー、ちょっとまだビックアップはまた別個でやりますけどもあのこれはあのー、まあシムフリー端末としてオープン市場向けに発売と。国内向けということはすで、はい、に海外ではもう発売されてるんですか。はい、あのー、実は1月今年の1月にレッドミノート11シリーズとしてを4機種が 実は発表されてます。はいはい、そのうちの1機種を今回国内向けに sim フリーで発売ということになりました。で、他の3機種はどうするのか、ちょっと今の段階では分かりませんが、はい、まあ一応でも。まあ、とりあえずレドミノート前のモデルも前の前のモデルも結構売れ筋だったんで、まこれが出てくるというのはまあまあ。 シャオミのファンとしては一つ嬉しいかなと。うん、ちなみに価格に関しては、えっと、はい、行い向け、まあ、あのオープンプライスなんで、まあ、予想価格ということになりますけど、二万四千八百円。ええー。手頃はい、楽天市場シャオミ公式ショップおよび、シャオミさんの、あのミーコムっていう、エムドットコムというサイトがあるんですがここでは。 先行で台数限定発売で 22, 円で売でで円ってます、うん、でただもうちょっと発売してからもうちょっと,ちょっと10日ぐらい経っち,ちゃったんでもう,ないもうないかもしれないけど、うん、まあ一応チェックしに行ってみてください安く買えた人はねで、はい、あと m、MM、v a o、NO、ではもうあ,のあれです特別編にも出ていただきました IIJ ミオさんでも扱ってますあとイオンモバイルさんグーシムセラーさんでも販売中。うん からオンラインでは、えっとまあ、当然のことですがアマゾンから石井カレント光 TV ショッピングソフトバンクセレクション村内ドットコム楽天ブックスからもちろん楽天さん、うん、から家電量販はエディオンケーズ電機小島上信ソフマップ野島、ビッグカメラ、うん、山手電機、うん そしてヨドバシカメラさんでも扱っていらっしゃるということで、うん、まあどこで買うのかを皆さんもうそれはもうあれ好き好きでございますけれども、結構販路も広いんで、お手頃価格ですから、まあちょっともうあの法律のレビューを聞く前にとりあえず俺は買うんだって人はもうそっちに走っていただいてもいいかなというところだと思います、うん。なるほど。え、はい、これすごくあの価格も安いから気になるから、まあ詳細は改めて。 携帯ピッックアップでやりますよねはいもちろん次回とか次回ぐらいでやりますので、はい、実はねちょっとい,いいかなと思うところも実はありますのでそれも含めてご紹介したいと思いますのでこうご期待でございます、はい、というところです。はいはい